クラウディオ・グラツヤーノはイタリアの軍人。最終階級は陸軍大将。1953年11月22日、イタリア共和国鳥の出身。モデナ陸軍士官学校を経て、イタリア共和国軍の陸軍士官となり、イタリア陸軍伝統の山岳部隊であるアルピーニとして経験を積んだ。将校、将官時代には鳥の陸軍司令官学校を修了。 さらに、アメリカ陸軍戦略大学にも留学した。部隊式においては、タウリネンゼ山岳旅団の参加にある、第2アルピーニ連隊の連隊長を務め、後に、タウリネンゼ山岳旅団全体の旅団長に、昇格している。2001年以降、アメリカを中心とした国々による、対テロ戦争で、アフガニスタンやイラクでの治安任務に従事、また国際連合レバノン暫定中留軍など、 国連の平和維持活動にも参加している。2011年5月5日、ジュゼッペ・バロット陸軍大将に代わって公認の陸軍参謀総長に着任した。2015年2月28日、ルイージ・マンテッリ海軍大将に代わって4軍を統括する統合参謀総長に就任した。これまで祖国からは共和成果の最高勲章である共和国功労勲章及び 軍の最高勲章である、イタリア軍事勲章を受勲している。海外からは、フランス政府より、レジオンドヌール勲章、アメリカ政府より、レジオンオブメリットをそれぞれ授与されている。ありがとうございます。